はい、ってことで、近畿26の一体縛りの、一体縛りって何？一体縛りの19手のクリア、最速クリア目指してやったんやけど、ちょっとね、大のクリティカルをね、俺はちょっとできなかった。というか、やる気がなかったから、時間的に。ちょっとカッパでのワンパンで19手で、レンチョンさんの企画のやつなんやけど、妥協した。レンチョンさんの方で動画が上がってたから、ちょっとフル上げとくね。さあ、これ、確かね、挑戦回数2回なんやけどさ、朝起きて、おにぎり買いに行ってから食いながらやりよるんよ。でさ、途中で止まるシーンがあるんやけど、おにぎり食ってるはず。ごめんね。ちなみにレンチョンさんの企画のやつは、手番数は一緒やったけど、1位の人タイムでね、負けた。いや、タイムね、タイムあるかーと思って、ちょっと意識せんでもうこれできたから、そこを上げたんよね。あ、で、これ今のね、配信見てる人はよく見るけど、弱点と友情利用してから倒すセットやね。で、ついでに下は配置できた方がハマりやすいから、さっきのアムリタ、あそこ置いたって感じ。でね、これ金ピカリドラいる理由はさ、ガキンね、水属性やん。で、水属性で縛るとさ、お前できるやろーって言われるかなと思って、また可愛いからこの子にした、縛りのキャラ。そう。で、俺上からのハマり苦手なんやけど、あそこからはさすがに入れるね。でね、これ金ピカリドラにさ、ホーミング行くと死にかけるから、ちょっとこれかなりきついんやけど、これゆっくり出たけど関係ないね。どうせ魔導士もやれないから。でね、魔導士やれなかったことによる弊害がね、今から起きるんやけどさ、これね、危ない。金ピカリドラに飛んでたら終わってたね。混乱が属性攻撃やから。これ、火ダメ問題もあるけど、友情を出したいからちょっとでも、とりあえず混乱直す感じで今みたいに打ったね。でね、これ、4ステ目さ、抜けるときにカッパはさ、絶対真ん中より左に折らないかんのよ。っていうのが、捨て子の魔導士処理をね、カッパで絶対せないかんから、というか、した方がワンパン配置取りやすいんよね。こいつは左に置いて、こいつの前のアムリタでここ抜ける感じになるね。で、上にいるアムリタがそのアムリタやん。で、あいつがもうループヒットできるような位置におるから、ここ今 SS とかもやったけど、あ、打って抜けるから関係ないわ、後で打たなかった。で、これ分身はね、友情人殴りと、友情？違うわ。徳殴り一発と友情が出てたら、アムリタなら倒せる。で、こいつは黄色いホーミングでちょっとダメージ稼いで、かわいい。スピード33キロやからさ、すぐ止まるよね。で、これループヒット気味に行くんやけど、確実に魔導士処理をさ、カッパでしたいから、こいつも左軸に寄せとく。これで、左で。このカッパのさ、同じ軸上にいたら、魔導士やれるんよ。弱点をさ、うまいこと、中央から下、下から上をさ、軌道を描けば、友情の当たり判定的の速度かな、速度的にうまい感じで処理できる。が最終的にそこで止まる。これ いつもやってるから。あれなんやけど、カッパのやつは。で、ここ、多分おにぎりをさ、2個目ぐらい開け始めたんよね、俺。ここさ、カッパ、忘れない。おにぎりをさ、多分開けてるか食ってるかどっちかだ。で、これ先に言っとく。ハマるとさ、下手すると、死にかける恐れがあるから、モンダマリドラが友情触れるリーチにアムリタ置きたかったんよね。で、だから SS は撃つんやけど、靴があるせいでさ、絶妙だよね。で、横で薄く上がると、モンダマリドラが当たれる位置まで上がりきらんのよ、これ。なんか斜めで打たざるを得ないんやけど、靴のせいでね、ちょっとね、何回か安定数考えながら引っ張ってる。これダメーって思って。で、考え始めたの多分矢印引っ張り出した時からだね、これ。で、最終的にこれやったら上止まるんやないかなっていうので打って。で、カッパまあ、10着ずれることはないから、
無事アムリタを設置できたから、これでモンダマリドラで1、2体やれるかなーってとこやね。まあ SS 打ちたかったしね、モンダマリドラちゃんの。この子ね、見てて加速するんやけどさ、めっちゃんこ遅いよ。あー、すごい。パワー型かな。で、これね、これ、ここでさ、本当は縦勘でいいんやけど、まあ、綺麗に終わらせたかったから、倒しに行くはず。雑魚4体。これね、あんま削りすぎると本当はカッパバンパンできになるから、縦勘がベターやんけどね。普通の処理やったら。一応、見栄えを。見栄えをって言うけど、タイム意識するのは絶対縦勘やったよな。タイムでさ、は1位に分けられると思ってなかったから、何も考えてなかった。で、これでカッパ打って終わりっていうので19点なんやけど、いやー、悔しい2位やったから。まあ、レンチョンさんのよかったら、見に行っといて。で、ごめんね、いつも配信、土日しか近畿の手伝いできんけど、Twitter とかで DM くれたら、手伝うからこれ見たい人よかったら、Twitter にも DM ちょうだい。配信に来てもいいよ。じゃあ、ちょっと、早いけど、見てくれてありがとうね。なんか参考になったら、嬉しいかな。じゃあ、バイバイ。